まして、はい、そしてやって、あ、全部伸ばす。おーおーおーおお。あ、出た。これね。これ見たことある。よくテレビであのヒロミがやってる。八王子で八王子リフォームとかやってるやつ。これか、これじゃあ左半分、素晴らしい、職人かっこいいっすいいっすね、これがかっこいいっす。まずこれが出てくるこれ僕がやるっていうの、ちょっと監督ツアーにチャレンジしてみたいと思います。図工2だったんですよ。しかも、ここは、こうしてこうしてこう。上から。で、右側は20ぐらい、2センチぐらい重ねます。2センチ？はい。うん、はい、じゃあ柄で合わせて。こっから半島もうそれないよ。なにこれ、うわ、やば、これ大体なんとかなってますよ、なんとかなってます、あれなんとかなってます。シワが赤だ、シワがどうやったんですか、シワが赤だ、あ、こう難しいよこれ、真ん中が外で、サッカーも一緒です、中は攻められちゃいけない、外へ、サイドへ、中を閉めろ、秋葉、中を閉めろこれ、これカットなんですか、カットですね、右利きですか、右、ほらほら、右です、これを上は大体20、それも20ぐらいの、なんであのスムーズにしたんですか、か難しい、これ結構硬い、焼きのやつみたいな。あ、そうです。お好み焼きください。はい。とりあえずなんとか、あの小さいところは見ないでください。見えてますか。大雑把に切ればいい感じで終わりました。さくらさんと共同セクです。難しいです、ね、簡単に皆さんがスムーズにやられるとんでもなくやっぱり繊細な作業ですね、継続は力なりを感じました、リスペクト、ありがとうございました。素晴らしい映像とか音響とか、あの演出照明とか、イベントで使われる備品関係を保管している物流センター、1万客以上保有しています。これを貸してるわけですか。はい、現場に並んでちょっとよろしいですか。はいはい、これ今消毒をされている、あ、そうです、はい、現場から引き上げたものを、あ、そうですね、また次の風景で使ったので、まあ、コロナ禍でこれ全部が仕事増えましたね、まあ、まあ、そうですね、ただあの、人
ってる液体を変えたので、はい、まあ、やってることは変わらないと思います。これをいつもレンタルで毎日に出てくるんですか、はい、まあ、そうです。物件がありして、あれしょ、はい、うわ半端ない数ですね。これイベント展示会で使われる備品関係、特に椅子、テーブル、椅子に関してはもう青がいいってお客さんもいれば、あ、うちのメインカラーは赤なんですよっていう人もいますので、まあ、赤も白全部色も、はい、高さもまちまち、すごいっすね。何でボールまであるし、何でもあるぞ。イベントのあ、これこういうのまで、こういうあのファッション系のイベントになってくると、あ、これね、まあ、ハンガーだけとかガーゼも必要になってくるし、あるし、イベントでちょっとしたこうゲームやるってなると、こういう抽選機、抽選機の、まあ、玉一つ一つからレンタルいたします。 あとは冬になればやっぱりこう季節物の温かい商品が必要になってきますし、ソースですとか、はい、マネキンですね、ファッション系のイベントがどうかなと思います。今夏場ですと風屋のイベントで使われるのがこういった熱中症対策の製品、こういったものを工事現場でこうね、うわーって、はい、あったり、こういったチェーンでこう、あとはこういったカタログスタンドとか、展示会とかで、こういった形で、ピックアップする人と返却する人が間違いない、全部分からない、はい、価格整理をして、製品を置いてある。在庫いくつ全部コンピューターにもちろん入ってますね。はい。でも結構足りんぞとか。どの現場に行って使いたいかというのは全部全然管理されています。エリア。あと、お、聞いたことある。おお、こんにちは。あ、営業。終わりますどうぞ。すみません、仕込んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。おー、これもここで機材のセッティングをして、はい、準備をして、現場で今この、まあ、ちょっと調整してこういう全部、こういう機材のよくあの、はい、結婚式の披露宴で今ね、はいはい、出るじゃないですか、はい、ああいうのもこういうことで、そうですね、そういったツイッターを使って入れと違うことになってきて、はい、これで温度上げてあげたいとか、はい、今1個マイクないですね、そのマイクのマイクお一人でやる、基本的に、構築自体は、まあ、一人で考えて、まあ、作業をする際は2名とか3名ぐらいで、はい、小分けとして違うってなってます。でこれイベントがあった時はその操作される人ごとにおかしい、そうです、固定される方がいらっしゃって、ええ、でまあ、そこについてメーターさんに合わせて映像切り替えたりとかのこととかっていう、ユニットでも機材も含めてそうですね、レンタルでおいくらですか、
そうですね。スポーツとか、当日のオペレーションとか、はいはいはい、やってます。一応、今の、現場で座ってる証明を、出航前に健康チェックを実際に話して、はいはい、ちゃんとできるかどうかを確認するスポットなんですね。これも全部電球ですからね、LED ですよ。好きじゃん。じゃあ電球の専門家みたいな。電球博士。今日はいろいろなところを見せていただきまして、ありがとうございました。本当にいろんな部署があり、いろんな製作物をこうたくさん作られてるって驚いたんですけど、はい、こう昭和美術さんで製作物を作られるときにこだわりを持たれてるってことがあって、なんかございますか。そうですね、まずはやはり品質ですね。品質に関しては、弊社 ISO の、9001を取得してますので、はい、今見ていただいた各セクションで、うん、かなり高い基準で、はい、その品質の、管理もしてますので、すべてマニュアル通りに、社員が制作するという流れを作っております、はい、それと先ほどサインとかいろいろと見ていただいたんですけども、うん、ディスプレイ業っていうのはどうしてもこうスピードがすごく求められる業界で、もう堪能期は当たり前ですし、はい、やはりこう現場で、追加とか変更とかって、まあ、こういったところにスムーズに対応できるような、サポート体制っていうものを常に取っております。それと今今年の4月なんですけども、ISO の20121イベントの持続可能性っていう、サステナビリティを、サポートしていくっていうような、国際規約も取得しました。ですので、これからその環境、社会問題、その辺の、課題を解決しながら、展示会イベントを、成功に導くというようなことで、ベイサージョンの方が取り組んでおります。工場っていうとなんか職人さんがね、はい、ベテランの職人さんももうちょっといらっしゃるかなと思ったら、若い方結構ね、多いですね、先頭立ってやられてるのがちょっと驚きだったんです。その狙いというのはあった。40年の歴史がありますけれども、もちろんベテランの職人さんの方もたくさんいらっしゃいます。ですけど今若い大卒の社員がすごくたくさん興味を持って入社してくれる方が多くて、特に女性の方がものすごく多いですね。そうですね。でやっぱり若くても女性でも、ベテランの方と同じような品質のものをすぐにできるような、仕組み作りをしようということで、なるべくチャンスをたくさん上げてる感じなんですね、若い方に。そうです、そうです。なかなかね、やっぱり何年でここは触らせねえぜみたいな、そういう現場ってあるのかなと思ったけど、これはいいですよね、この環境の中で座って若い方がチャンスもらって磨いていける、教えてもいただけるっていう、はい、なんかすごい、それはサッカーの世界にもつながることがあるなって感じました、はい、我々はいつも昭和美術さん本当に可愛がっていただいて、選手を働かせていただいたり、いつも本当に熱く応援していただけるんですけれども、はい、逆に我々を振り向けるやつを応援してくださることになって、会社として何か良かったこととか、もし手前にそうですけど、うん、あったら教えていただきたいんですけど、やはりそのブルーベックをやつを応援することによって、社員の一体感というものがやっぱり生まれました、ね、みんなでこう一つのチームをサポートしようと、やっぱり我々の迷いのチームなんだと言ったらあれですけど、やっぱりユニフォームにこう、本当に、社名を入れていただいてますので、やっぱりこうみんなでプレゼントサポートしようというような気持ちがすごく、強くなっているかなというふうに思っています。それと、3名今年選手の方がジョブサポートという形で、お仕事一緒に手伝っていただいてますので、そういったところでもこうコミュニケーションが増えて、より一層チームを応援しようっていう気持ちが増えてるんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。本当に街で照英の、ね、ハイエース見るとちゃんとみんな挨拶するようなそういう密接な関係が本当に生まれてるし、はい、我々としても本当に嬉しいですし、逆に僕らは恩返しして、はい、熱い戦いで結果をお見せするしかないなというふうに思っておりますので、はい、今後ともまた応援をほどよろしくお願いいたします、はい、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました、はい、ありがとうございました。